動物たちの学校、ストーリー、市倉博士、出演、西尾まり。メダカの学校をそっと覗いてみると、みんなでお遊戯している。誰が生徒で、誰が先生かよくわからないけど、みんなでお遊戯している。土壌の学校は泥遊びをしている。土壌の子供は泥まみれになっても叱られない。土壌の校長先生はひげが自慢で、酔っ払うと必ず土壌すくいを踊る。プレーリードッグの学校は礼儀正しい。起立、礼、起立。全員起立したまま授業を受ける。宿題を忘れた生徒はもちろん廊下に立たされる。アライグマの学校ではみんな手を洗う。鉄棒をしても洗い、ドッジボールをしても洗う。アライグマの学校では学級閉鎖がほとんどない。おまけに給食のパンまで洗う。ビーバーの学校はダム作りの学校だ。モテるビーバーの条件はただ一つ。尻尾さばきが巧みでダム作りがうまいこと。ビーバーの住民投票は建設賛成が絶対多数だ。オオカミの学校はない。オオカミは集団行動が苦手だから。その代わり通信教育が発達している。オオカミの赤ペン先生は容赦なく赤点をつける。クジラの学校はでかい。クジラの学校のプールは琵琶湖ほどもある。教室は東京ドームの約300倍。クジラの学校の遠足は地球を半周する。ウナギの学校は長い間見つからなかった。でも最近マリアナ海域で発見されたらしい。ウナギの学校はその海の底に寄宿舎があるのだろう。みんな細長いウナギのベッドで眠る。スズメの学校はかなり大きなマンモス校。給食の準備も大変。人気メニューはやっぱりご飯。カナリアの学校は音楽ばかり。放課後の部活だってコーラス部。コウモリの学校はもちろん夜間学校。先生は黒板の文字を逆さに書く。怠け者の学校は週に1日だけ。それでも欠席者が多い。休校も多い。夏休みも長い。カブトムシの学校はわんぱく揃いの力比べ。セミの学校は土の中。卒業式には大合唱。猫の学校は昼寝45分、授業15分、また昼寝。犬の学校は毎日体育。教室はいらない。さて人間たちの学校はどうだろう。人間の子供たちの学校はちゃんとのびのび楽しいですか？